なあ、アンはあの時アリスのシャドウに怒っていたな。だが最後は晴れやかな顔をしていた。なぜだ？あいつに怒っていたんじゃないのか？そうなのか。怒りというのは人を傷つけるだけじゃない、人を救うこともできるんだな。だがアリスは救われた。誰かが間違っていたら怒って正しい道を教えてやることができる。人の心は不思議だな。おかげで貴重な経験を積むことができた。ありがとう。これからもよろしく。さて、今会いたい人のコーナー、本日は再び柊木アリスさんにお越しいただいています。アリスさん、先日あんなことがありながらのご出演ありがとうございます。何でも今日はアリスさんからお話があるとか。はい、皆さんにお伝えしたいことがあります。先日このスタジオで起こった事件ですが、あれは私のせいなんです。生放送中に私に告白するようにMC の人をけしかけたんです。一緒にいた女性の方と婚約したばかりと聞いて、その関係を壊してやろうと。アリスさん、あの二人だけじゃありません。幸せそうな女性を、いろいろな男性を惑わせて破局させました。ちょっとねえ、何これ、ドッキリか何か。そんな私をマネージャーは止めようとしてくれてました。けど私はそんな彼らにも腹を立て、泣いて謝るまで暴行を繰り返しました。マネージャーが交代したのは私が前のマネージャーを潰したからです。これまさか。今話したことは正真正銘の事実です。今まで多くの人たちを欺いて本当に申し訳ありませんでした。心の街頭団？全部私がしたことなんです。周りの人たちは何も悪くないんです。ごめんなさい、ごめんなさい。おい、カメラ止めろ。放送中止画面急げ。アリス、こりゃ荒れるだろうな。怪盗団絡みのネタだし。とにもかくにもこれで一仕事終わったな。ねえ、バレスと状況は違ったけど、本人が改心したことは間違いないよね。願い取られてた連中も元に戻ったみたいだぜ。ネットに書き込まれてる。アリスに全財産を見過ごうとしていた息子が目を覚ましてくれた。金返せって言ってるのもいるな。それは私たちに言われても困る。自業自得な人もいそうだけどね。何はともあれミッションコンプリート。アリス、これからどうなるのかな。今までみたいに芸能界でやっていくのは難しいかも。結局報いを受けるのは自分ってことか。でもアリスが元の気持ちを取り戻したならきっと大丈夫だと思う。今までとは違ったってまたきっと誰かの光になれるよ。そういえば本人にも事件のこと聞かないとね。でも会えるのかな、これだけ大騒ぎになっちゃうと。普通に考えるなら無理。事務所はそれどころじゃないだろうし。相変わらず面白そうな話してるな。ユウ、元気にしてたか？またお前か、おっさん。おっさんなのは否定しねえが、地味にへこむな。
それよりお前ら早速やってくれたな。何のことかしら。とぼけるなよ。俺の情報役に立っただろう。そうだけど。そいつはよかった。いい返事も期待できそうだな。返事って。今日は例の件の返事を聞きに来た。俺とお前らとの取引の。だからてめえら警察なんかと。じゃあさらに得点もつけてやろう。アリスに話を聞いてきてやってもいいぞ。お前らアリスに会って確かめたいことがあるんだろう。それはそうだな。例の番組の騒ぎはアリスが告白したじゃん。もう濡れ衣も晴れたでしょ。おうだよな。おっさんの手借りてまで。それがそうでもないのさ。どういうこと。事件はもう終わったはずよ。終わりなんてとんでもない。この怪心事件は全国各地で起きてる。全てアリスの仕業なんてことはありえない。それじゃあお前らの疑いは晴れないよな。そこに加えて今回のアリス騒動、あの予告で再び世間は熱を帯びてきた。全国の怪心事件は全て怪盗団の仕業だろうって話が警察でも盛り上がってるぜ。お前ら相当ヤバい立場に置かれてるって分かってるか。ふざけんなよ。俺らが何したってんだよ。落ち着けよ。だからこその取引だ。俺は今すぐお前をしょっぴくこともできる。そうしないのは別に真犯人がいると踏んでるからだ。そいつを捕まえるために俺に手を貸してくれ。アリスを背後で操ってたやつと、去年怪盗団が起こした事件と今回の事件とじゃ犯行思想も動機も違いすぎる。これは二つの別種の事件。それが俺の結論だ。少しだけ時間をもらえない。んじゃ外に出てるぜ。当てが外れたな。アリスの告白で濡れ衣も晴れると思ったが。くそ、やっぱデマじゃなかったか。どうしたの。ネットで調べてたんだけど、突然人格が変わったって騒ぎはちらほら起きてたっぽい。ほとんどニュースにもなってなかったし、世間も相手にしてなかったみたいだけど。あのおっさんの話本当ってことかよ。どうしよう、全部私たちのせいにされてたら濡れ衣なんて晴らせない。だいたい私たちの戒心とあの戒心は別物だろう。本当にアリスのような戒心事件ならジェイルが絡んでるのは間違いないだろうな。アリス以外にもキングがいるのか。どうする。こうなってしまってはあの男の話に乗るのも手ではあるぞ。あんなやつ信用すんのかよ。でも他に方法なくない。少なくともアリスの情報は本当だったし。どうする。私もそれがいいと思う。待て、取引するとしてどう。我が輩たちのやってることを理解させるには異世界のことも教えなきゃならない。それはあいつが信用するか。させるしかないだろう。でなければリーダーの身が危うい。でもよ、異世界だぜ、ジェイルだぜ。頭の固い警察がそんな話信じんのかよ。だが連れて行くしかないわね、ジェイルに。ちょっと本気。マコちゃん大胆。それ以外に逮捕を免れる方法があるかしら。出せるカードはテーブルの上に。今はそれが最善だと思うわ。分かった、取引しよう。今はそれしか手がなさそうだ。
吉と出るか京と出るか。くそ、こうなったら腹くくるしかねえだろ。じゃあ呼ぶわよ。話は終わったわ、入ってきて。なんだ、意外と早かったな。じゃあ返事を聞かせてもらおうか。あなたを連れて行きたい場所があるわ。私たちについてきて。なるほどな。ジェイルにシャドウ、キングと願いか。そうかそうか。まずは薬物検査を受けてもらおうか。適当言うにしてももう少しあんだろう。いいから黙って、今からその認知の異世界に連れて行ってあげるから。認知だと？ついてきて。ああ、どこに行くんだよ。ところに何があるってんだ。と、なんだこりゃ。冗談だろ。全て真実よ、目の前に広がる何もかもが。あ、どうした、何のコスプレだ。まあ最初はこうなるわな。これが私たちの怪盗服姿ね。あ、はははは、勘弁しろって。何がどうなって。質問か。ここはジェイル、お前は今ジェイルの中にいるんだ。いや、お前誰。私は人の良き友人のソフィアだ。よろしくな。よろしくなって落ち着けよ善吉。いい大人がみっともねえぞ。ああ、そうだな、取り乱してる場合じゃ。って、化け猫。化け猫じゃねえよ、我が輩はモルガナだ。これで納得してもらえた？私たちの話が全て本当だってこと。なんだ、昨日飲み過ぎちまったか。つか夢だよなこれ、現実なわけねえ。大丈夫かよおっさん。安心しろ、ただの錯乱だ。全然安心じゃないような。刺激が強すぎたか。仕方ないわね、一旦帰りましょう。ありえねえ、マジでありえねえ。意味のわからん事件追いすぎて頭おかしくなっちまったのか。さすがにショック受けてんな。うん、脳のキャパ超えてオーバーヒートしたんだろうな。だから事前に説明したのに。俺たちも初めはああだった。初々しいな。しっかりしろおっさん。やれやれ、いつまでほうけた顔してんだ。しっかりしろ善吉。ああ、そうだな。ってなんで猫が喋ってんだ。まさかお前さっきの化け猫か。やっぱ化け猫じゃねえか。化けでも猫でもねえよ、モルガナって言っただろうが。あなたは異世界でモルガナが喋ると認知した。だからこちらでも言葉がわかるの。認知すりゃ猫が喋んの。あ、そりゃ大変だな。現実を受け入れるのにもう少し時間がかかりそうだね。とりあえず取り乱して悪かったな。話は大体わかった。いや、さっぱりわからねえが受け入れる努力はする。
取引をするからには私たちは共犯関係よ。互いに信頼を裏切らないこと、それが最低限のルール。若いのにしっかりしてんな。分かった分かった、俺もお前らの信頼には応えるさ。全国の怪心事件解決に協力してくれ。その代わり俺はお前らを守る。お前らが俺に協力する限り警察には手を出させない。約束だ。そいつやっぱ本物だよな。うん。じゃあまあ早速で悪いが、事件調査の協力依頼だ。今現在怪心絡みの事件が起きてる都市として公安は札幌をマークしてる。お前たちには8月8日までに札幌中央市に来てほしい。どうして8月8日なの？改心の力を使ってるらしい容疑者がその日まで海外出張で不在なんだとさ。帰国するタイミングに合わせてこっちも調査を開始する。なるほど、分かったわ。その札幌の容疑者がアリスと同じようなキングである可能性が高いということか。そうなるかもな。だとすればお前らに頼むのがベストだろう。目的地は北海道の札幌中央市か。ちょっとした旅になりそうだな。ああ、一つ忠告だが、飛行機や電車、公共交通の類はなるべく利用しない方がいい。基本は自分たちの足か車を使え。どうして？アリスの件でお前らは再び怪盗団を名乗った。その話は当然他のキングの耳にも入る。今願いを奪ってるキングからすりゃお前らは邪魔だろう。警戒されて当然だな。最悪消しに来るかも。どこの誰が洗脳されてるか分かんねえ。もしそれが飛行機のパイロットだったら。けど飛行機がダメならどうやって札幌まで行くの？とりあえず車にしとけ。それが一番安全だ。いや、警察が用意してくんねえのかよ。悪いがこいつは極秘捜査だ。そういう協力はないと思っとけ。ああ、それとアリスの事情聴取は俺に任せろ。後でお前らにも共有する。んじゃ、そういうことでよろしく頼むぜ。よろしくな、善吉。ああ、化け猫呼ばわりして悪かったな、猫。反省してんのか、こら。大丈夫、お前はまだ正気だ。そうだろう、長谷川善吉。とんでもねえことになっちまったな。まさかの北海道だもんね。夏休みの予定めちゃくちゃ。でもよ、事件は日本中で起きてんだろ。解決してもまた次の場所に行けってなるんじゃね。公安と協力して全国を調査する旅か。それはそれで悪くない。ぜひ京都にも立ち寄ろう。強いな、お稲荷。これは遊びじゃないわ。あくまで事件の調査が目的なんだから。でも夏休みだしね、少しは楽しむのもありじゃない？8月8日まで時間あるし、いろいろ見て回るんじゃね。あ、各地の名物料理は知っておきたいかも。はいはい、我が輩寿司がいい。羽を伸ばすのは事件を解決してからよ。しかし旅の前に話しておきたいことがいくつかあるな。まずはエマのことだ。表面上は普通のアプリだが、人々のシャドウをジェイルに入れる機能が隠されていた。ああ、異世界ナビみてえだよな。それが全国で使われてるなんて。
考えただけでゾッとするわ。けどアプリ自体は普通だぞ。嫌なら消すことだってできる。それにアリスが使ってたキーワードや友達登録だって普通の機能だ。あれでジェイルに入るなら日本中がめちゃくちゃになってないか。実際私たちは友達登録したけど変なこと起きてないよね。これってどっか外国で作られたアプリだったりするの？運営してんのはマディスって日本の会社、従業員は万単位の世界的な IT 企業だ。かなりの規模だね。きっと技術も資金も世界トップクラスだと思う。そいつらが悪の組織でジェイル作ってるとか？でも私たちの絵までアリスみたいなことはできないわ。俺らはほら心が綺麗だからじゃね？バカ。アリスのエマだけが特別だったって可能性もあるぞ。なぜそう思う？いや、なんとなく可能性の話な。確かに可能性はあるか。アリスのスマホやエマが調べられればそこら辺はわかるはず。そうね、押収できないか長谷川警部補に頼んでみましょう。後で私から連絡しておくわ。じゃあ次の問題はジェイルだな。パレスはお宝を奪えば崩壊していたが、渋谷のジェイルは今も残ってる。それにパレスは主の認知が具現化した世界だったが、ジェイルはそれだけじゃなく人間から願いを奪う場所になっていた。その結果として現実世界の人々にまで被害が及んでたわね。なんかそう聞くとパレスより立ちが悪くね。各地で起きている事件が本当に改心なら、そこにもジェイルがあるってことだろうな。表面化していないものも含めたら結構な数になっちゃうかも。ねえ、うちらが警察と取引したのって濡れ衣を晴らすためだけどさ、それだけでいいのかな？どういうこと？ジェイルがそんな危ないとこなら放っておいたらまずくない？渋谷みたいなことが他の場所でも起きてる。それをなんとかできるの私たちだけだよね。そうだな、確かにその通りだ。ええ、陰で苦しめられている人たちを助け、みんなに勇気を与える。ああ、その通りだぜ。さすがはアン殿。我が輩、目が覚めた思いだぜ。そう考えると車で移動するのも都合がいいかもしれないわね。うん、目的地に向かう途中でジェイルを見つけられるかも。いいんじゃね、そんで片っ端から潰してやろうぜ。でもジェイルのある場所ってどうやったらわかるんだろう？見つけるのに100万年かかりそうだな。やっと私の出番が来たな。出た、スーパー AI。 ジェイルの存在なら匂いでわかるぞ。マジか。匂いって？ジェイルには独特の匂いがある。ジェイルの範囲に入ればそれを感じられる。すげえじゃんかソフィア。褒められた。わからないことは山積みだが、俺たちの行動指針は定まったようだな。ああ、こいつは。わお、燃えてきたぜ。それじゃああとは車をどうするかだな。私たち全員が乗れるような車ってかなり大きくないとダメじゃない？レンタルすっか。でも料金やばくね？費用のことは気にするな。先月絵画のショーで得た賞金がある。
いいからおやつ代に取っとけ。公安と取引したんだから捜査費用とかで出してくれるわけないか。でかい車か。なんか総次郎がそんな話してたような。ちょっと聞いてみよう。お前ら全員が乗れる車ね。なんか大きな車の話誰かとしてなかったか、総次郎。おう、知り合いのキャンピングカーの話か。使わなくて宝の持ち腐れとぼやいていたな。総次郎、それだ。頼む、その車借りてきてくれないか。うん、それも例の濡れ衣騒動と関係あるのか。はい。なら仕方ねえな。連絡しとくから明日まで待ってろ。さすがご主人、話が早いぜ。だがいいか、雨は外しすぎんなよ。それから旅費なんか大丈夫なのか。ええ、みんな夏休みに備えて各自で貯金はしていたので俺は無一文だったが絵画の賞金が入った。さっき聞いたわ。